お疲れ様です。長川です。今日はですね、本の紹介をしたいなというふうに思います。このビートルズも読んだ男、長島達治というね、こちらの本を、紹介したいなというふうに思っております。こちらの本なんですけれども、知人にですね、紹介してもらいました。もともとこの、ね、本を作る段階からですね、いろいろお話は聞いてたんですけれども、改めてですね、この本を読ませてもらって、とんでもない日本人がいたなというふうに思ったんですね。これとんでもない日本人がいたなってどういうことかっていうと、まあ、例えば有名なところで言うと、まあ、戦後だとね、白洲二郎さんとか結構有名じゃないですか。まあ、かっこいいしね。うん、で、まあ、俺なんかからすると、まあ、その人、方もおっしゃってたんですけど、これ紹介してくれた方も言ったんですけど、このね、長島さん、この人の方が遥かにすげえなというふうに思ってます。特に俺みたいに、まあ、音楽が好き、ロックが好きみたいな人にとってはですね、この人の存在ってやばいと思うんですよね。まあ、そもそもビートルズを呼んだ人でもあるし、まあ、ビートルズだけじゃないんですよ。本当にキースから何から何まで、この本を読むとですね、超大物ミュージシャン、海外の超大物ミュージシャンが、この長島さんのためにですね、いろんなね、文章を書かれていると、寄稿されているということなんです。例えば、ポール・マッカートニー、の奥さんのリンダ・マッカートニーとも仲良くてですね、まあ、本当にリンダ・マッカートニーが死んだ時にポール・マッカートニーにね、葬式に来てくれって言ったような人、なんですよ。で、まあ、最近ね、日本の外、なんていうのかな、来日の音楽、だから海外のミュージシャンが日本に来て来日することっていうのは、この20年間結構減ったっていうのがですね、日経トレンディーかなんかの記事に載ってたというような話を聞いたんですけども、それはまさにこの長島さんが亡くなってしまったからだとさえ言われているということなんですね。で、本当にこの長島さんに会うために多くのミュージシャンが日本で公演やってたというようなね、とんでもない日本人がいたということなんですよ。でね、俺はやっぱりね、こういうのすごく重要だなと思ってて、その海外で活躍してる日本人っていうのを、もっともっとね、日本のメディア取り上げるべきだと思ってるんだよ。これなんでかっていうと、今ね、若い子たちが、その海外に行かなくなってる。国際性を持とうとかって思わなくなってる若者が多いって聞きます。だから留学とかもね、しようとか、海外に住もうとかって思ってる若者が、まあ、異様に少ないというふうに言われてますよね、今日本において。でもそれって、しょうがないなと思うんですよ。やっぱ海外で活躍してるような日本人の話題が全然出ない。それで海外で活躍したりとか、海外相手になんかいろいろやってる人たちの、情報がですね、なかなか出てこないんですよね。うん、例えば、まあ、俺なんかで、ノブっていうね、レストランをやられてる、ノブさんっていらっしゃいますよね。彼なんかは、本当にすごいじゃないですか。ロバート・デ・ニーロが、俳優の、名優のロバート・デ・ニーロがですね、ビジネスパートナーだったりとかするわけですよ。それで世界中に、お店を持ってると。しかもそれはなんか、なんていうかな、運営が、ノブさんが、サイドがやるっていう意味で、オーナーがそれぞれのね、地域で違くて、例えばじゃあ、マリブのね、ノブレストランなんては、オーナーがね、確かラリー・エルソン、オラクルを作ったラリー・エルソンだったと思うんですよね。さらにその近くにはですね、ノブ旅館っていう超高級なね、旅館みたいなのがあったりとかするんですよ。まあ、俺もいつか泊まってみたいななんていうふうに思ってたりとかしてね、超かっこいいところがあったんですね。だそういった意味で、そういうね、海外で大活躍してる人、日本人って意外と多いんですよ。意外と多いんだけど、意外と日本だと知られない。もちろんそれね、一部ネット記事とか、まあ多少本とか出るんだけど、そこまで本も売れなかったりとかするんですよね。うん、これ何なのかなと思ってて、まあ本当になんか日本って海外で活躍してる日本人に対して非常に冷たいっていう印象が俺の中ではすごくあります。でも、なんか今後はね、どん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 、やっぱそうやって海外で活躍してる日本人を紹介していくべきだな。海外の人と渡り合って、合ってる日本人をですね、どんどん紹介するべきだなっていうふうに思うんですよね。じゃないと本当にこれから先ね、日本の子供たちが海外に出るってことはなかなかなくなってしまうんじゃないかなと思ってます。なのでですね、ぜひビートルズも読んだ男、長島達治、この本をですね、若者たちに皆さん読ませてほしいな、これをどんどん広めてほしいなっていうふうに思ってます。本当にね、こんな日本人がいたのみたいな思いますよ、多分。本当に俺すごいなと思うし、でも俺自身もですね、本当に小学生の時から初めてね、ライブ行ったのは小学校6年生の時の確かね、ボンジョビのライブだったんですね。それも一人で行ったと思うんですよ。で、その後、まあ、中2学生の時にマイケル・ジャクソンの初来日も行ったし、高校生の時にローリング・ストーンズの初来日も行きました。まあ、その以外のね、ライブも結構行ってます。だからそういうのって、やっぱこういうね、先人がいたからなんですよ。例えばね、これビートルズの来日公演って武道館じゃないですか。今でこそ武道館って当たり前のようにライブやってますけど、まあ、武道館ってね、日本の武道をやる神聖な場所だからということで、そもそもコンサートはやらせないとか、そういう反対運動がね、ビートルズを呼んだ時に起きたりとか、まあ、それももちろんね、この長島さんが対応したりとか、で当時だとですね、ビートルズのライブに行くんだったら退学になる、退学にするぞという高校だったり中学校があったと。でそれもですね、この長島さんはそれ全部の校長先生に会って、説得したという逸話が残ってるような人なんですね。
なので本当にこの本ね、読むだけでも僕なんかはまあこう音楽好きなんでね、ワクワクするようなない話ばっかりなんですが、ぜひですねこれを若者に読ませてほしいなというふうに思って、若者にどんどん進めていただけたら嬉しいなと思います。ということで今日はですね、このビートルズも読んだ男、長嶋達治、この本の紹介をさせていただきました。また次回お会いしましょう。